桜会。いかつい兄がおりますが、弟の方は早くて強くて素直です。路上から成り上がり、一気に頂点へ。朝倉海は爆速の王者である。実の弟、三坊兄貴、1ヶ月前ライジンバンタム級タイトルマッチ、世界に挑戦したためにもう一度堀井選手と戦って確実に倒す。天皇さんは人間だよ、なんか相手を倒しに行って最初から最後までそういうスタイルでずっとやってきました。瞬殺侍掃除、試合開始わずか3秒という世界最速 KO 記録を打ち立てた37歳のベテラン。この舞台がもう自分の死に場所っていうか最後になってもいい、本当に強い男とただ純粋にやりたい。どれだけ面白い試合を見せられるか、こいつの試合めちゃくちゃ面白いじゃんってもう思ってもらえるように。ライジン現役チャンピオンの対戦相手として白羽の矢が立ちました。アウトローランカー初代ライト級キングオブパンクラシスト37歳、庄司の入場です。侍の格好で登場してきました。人生の全てをかけて激闘のリングへと向かいます。まずは青コーナー庄司がリングインは果たし、
手に花束の贈呈です。さあ、それでは放送席です。解説は中井さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、中井さん、いよいよ朝倉海、はい、チャンピオンになって1ヶ月半という期間で再びライジンのリングに上がりましたね。そうですね、まあ本当に待望されてますよね、はい、本当にもう今バット界中心人物だと思いますので楽しみですよね。層の厚さを誇るこのバントの金の頂点に立ちました朝倉海です。対するは37歳、ただいまより対戦試合 W リーガースペシャルマッチを行います。青コーナー169.85kg 格闘人生すべてを捧げる赤コーナー庄司、赤コーナー172.75kg 赤コーナー、今やライジンのエースに成長した第3代バンタム級王者朝倉海。この試合は最終戦で見事に1ヶ月半前に王者に君臨した朝倉海、まあ、年末には堀口恭司との再戦、それも目論んでいるんですが、なんとわずか1ヶ月半で再びライジンのリングに立ちました革命のアウトサイダー、今や日本のトップランナーエースとしてこの総合の舞台、今日の相手は庄司です。37歳、経験豊富、両者ともに好戦的な打ち合い、積極的な攻撃力が両者のファイティングスタイルです。まずは序盤の攻防になっています。第1ラウンド、両者立ち上がり、まず朝倉がインドを放っていきました。まあ、庄司選手も打ち合い上等といった選手ですからね、まあ、本当にまあ相手にとって不足はないと思いますね、はい。まあ、攻撃対攻撃、両者ともに朝倉が話していたんですが、ファイトスタイルは似ているんですねというね、感想を語っています。相手の庄司についてです。庄司選手、はい、なんとか庄司はガードをしていました。さあ、高田キャプテン、はい、朝倉海がこの緊急参戦ですが、この辺に注目していますか。勢いの塊である朝倉海を誰が今捉えるのかと、今は軽く右のストレート絡みしたんだけど、本当に柔らかいよね、マジ何を返していった力入ってない。健康さん、一つ一つのパンチ、朝倉海やっぱり重いですね。どのタイミングで試合が終了するかというのは本当生き抜けないですもんね、1ヶ月前のタイトルマッチ、大木久保もまずアッパーで相手を崩して、その後膝、最後はグラウンドキックでテクニカルノックアウト、1ラウンドで終わっています。入れ骨あるげーんだよ、朝比奈さん、はい、本当にね、朝倉海、今や大将を引っ張るファイターの人ですが、やっぱりこう朝倉海選手というのもアグレッシブな戦いをするイメージなので、もう本当にこうお二人ともあのもう殴り合ってこう試合を決めてほしいなというふうに思いますね。庄司もパンクラス、あるいはディープ、まあ歴戦の猛者たちを倒してきたハードパンチを持っています。もともとライト級のパンクラスチャンピオンだったので、まあ、70キロだったわけです、はい、その選手がこの会見に映していると言われているので、ね、うん、なんかで決して油断できない相手だと思いますよ。はい、の今一番強い朝倉選手と対戦できるのは格闘家としては最高の名誉なんです、そう話しています。庄司選手もパンチも蹴りもめちゃくちゃ強いですからね、ボディです朝倉。そうですね、外れがないですね、庄司選手の試合はね。なるほど、ポイントキックだ今、その点では朝倉海の試合も、まあ、外れ試合っていうのはないですからね。絶対に力が使われてきた朝倉海、チャンピオンになって初めて第一戦、ロックだ、朝倉海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 、岩崎豊を倒した、右のパンチ一発、見事ですね、勝利を見せてみました。
これでは何でも使えないのに、ね、これがライジンのチャンピオン朝倉海です。いや強い、ここですね、この証ですね。さて高田さん、はい、改めて今の KO シーンはどう振り返りますか。あのね、やっぱりあの勝負どころ知ってるよね。お母さんにかなった時は、はい、もういい。あ、いや、もう僕のペースで。生駒さんは今の回の KO シーンはどうご覧になりますか。いや、実は僕もドッグバリって呼んでたんですけど、ね、そうですか、偶然ですけども、いやー、でも本当にイージーな相手じゃないですもんね、翔選手って、相手は翔進さんで7歳1回をかけても3強の試合を望むんです話していましたが、いや、まあ、人生をかけた男をこの一発で葬り去りました朝比奈さん、はい、感想をお願いします。いや、やっぱりあの朝倉海選手って本当に強い選手と戦ってると思うんですけれども、どんどんやっぱり勝ち進んでいって自分の力にしているところが本当にすごいなと、はい、今日試合を見て改めて感じましたね。藤井さん、はい、大晦日あの堀口との再戦を目論んでいる望んでいる朝倉ですが、まあこれ資格はありませんね。そうですね、翔日選手は本当にもう強いですからね。はいはい。